今日は伊豆の西側にあるギターを紹介します。ビーチエントリーするポイントです。エントリーすると水深5メーターぐらいの浅瀬が続きます。海岸沿いはこの浅瀬で、動画の左側に映っているゴロタです。海岸から離れると右側に見えるように急に深くなっています。下まで行くと25メーターはあります。斜面も大きな岩が転がっていて、絶好の生き物の隠れ家になっています。ちょうど一般家で幼魚が多い季節でした。フォト派の人にはたまらない季節だと思います。しかし水深20メーター以上あるので、デコが出ないように注意しないといけません。じっくり生き物観察していると、あっという間に時間が過ぎていますね。もっと粘りたくても安全第一ですね。浅瀬に戻ってきました。天気も良かったので海の中が明るいです。ソラスズメダイが生えます。貝や甲殻類も多いです。ナイトダイビングも楽しそうです。もぞもぞと可愛らしい。こっちはカニでも横歩きじゃなくて前に進んでいます。雲みたいです。5メートルの浅いところにカエルアンコウです。ちょっとびっくり。じっくり観察できますね。急に深くなるからか、浅いところにも大きな魚が群れていたりと、いたならではの楽しみ方ができました。